はい、どうも、トラキチです。今回はね、自チームミキサーの方、A ランクの自チームミキサーの方をちょっとやりたいなと思います。初めてですね、ミキサー自体やるのがね。前回、大抽選会のね、15周年の大抽選会のゴールド契約書70連で、A ランク7枚、S ランク3枚、取れましたんで、今日はちょっとその A ランクをミキサーにかけて、阪神の選手をね取りたいと思います。A ランクはこんな感じですね。伊藤智人選手、TS の伊藤智人選手はね、ターニングポイントの契約書で来たんですけども、まだボーナスがイベントボーナスあるんでね、まだ今はかけないです。で、内選手からね、下の選手をちょっとかけていきたいなと思ってます。そうですね、さっきですね、そのターニングポイントで累計で取れた S ランク確率 10% 契約書、これを引いてからやりたいと思います。じゃあまず引きます。いや、この間大抽選会はね、ちょっと興奮して、お見苦しい点もあったと思いますが、申し訳ないです。さあ、今回も S ランク厳しいか。終われろ。はい、A 外選手、はい、1人まだ増えましたけど、じゃあ早速 A ランク自チームミキサーやります。で、欲しい選手なんですけども、まあとりあえずですね、セカンドが全く今のところまだ阪神純正を作ろうとしてもいないんですね。 D ランクの上本選手しかいないんで、で、阪神純正のことを考えたらやっぱこの糸原選手セカンドですね、この選手が欲しいです。あと、まあちょっとピッチャー陣もね、 A ランクもうちょっと欲しいんで、メッセンジャー選手とか、そうですね、能見選手とか、この辺は、全く被ってないんでね、欲しいなと思います。そういう感じで、まあ今のところね、誰が来てもいいんですけども、できればちょっとばらけて来ていただけた方が育成もしやすいので、それをちょっと願ってミキサーかけたいと思います。それではいきます。外選手も来たな、まあ内選手からいきますね。千賀選手もこれでいきます。さあ、誰が来るでしょうか。さあ、初めてですねミキサーは。誰？誰でしょう。うわー、福留選手はね、 A ランクはエキサイティングプレイヤーでね、まあ、持ってるんですけども、でもまあ、後にね伝達もしますんで、はい、ニューついてますけど持ってます。じゃあ、あともう一回いけるんかな。1、2、3、4、5、1、2、3、あー、あと一回か。まあ、じゃあ、あと一回いきます。お願いします。ちょっとかぶりなしで来てほしい。お願いします。育成がね、福留選手まだ育成中なんですよね、 A ランク。レベルは上げ中なんで。おお、マジかそんなことある？福留選手マジか。これありがちなんですよね
ありがちやな。福留選手、これで3枚になりましたね。エキサイティングプレイヤーの A 入れてね。あ、そっか。はい、そんな感じっすね。いや、ちょっとね、ちょっと、思ってたんとちゃうな。まあ、仕方ないですね。まあ、ちょっともうちょっとばらけてくれ。この段階でこんな被るとはね、2回とも福留選手とは、ちょっと想像してなかったな。まあ、はい。まあ、でもね、とりあえず、初めてミキサーしてね、こういう結果でした。まあ、最強決定戦の方が来てます。7月1日からですか、開催期間は。まあね、今まだ最強決定戦でどうやろうかとかいうような段階でもないんでね。まあエントリーはしますけども、とりあえずエントリーするだけっていう感じです。ターニングポイントの方も、一応、ノルマ通りというか、ノルマは行ってます。で、このまま行くと、まあ最終日あたりでね、最終日かその前ぐらいで、S ランク TS 契約書もらえますんで、またその時はね、動画上げたいと思いますんで、また見ていただけると嬉しいです。まあ今回のミキサー、ちょっと、まあ残念でしたけども、まあ、いずれいる選手なんでね、よかったと思っています。はい。以上、トラキチでした。ありがとうございました。